そしてその海の左遠くに見えるのが淡路島。渦潮で有名な鳴門海峡をひとまたぎして、全長1629メートルの大鳴門橋が架けられていて、この徳島から陸続きになっているんだって。そうそう、この豊かな水脈に恵まれた徳島では美味しい料理がたくさんあるんだ。料理では郷土料理100選にも選ばれたそば米雑炊や坊勢の姿寿司をはじめ、阿波踊りを使った料理、徳島ラーメンなど魅力的なものがたくさん。今度俺も何か作ってみようかな。そしてこれから皆さんが向かう山頂広場横にある白亜の塔はパゴダ。旧ビルマのシュベダゴンパゴダを元に作られた建物で、うっしゃりと第二次世界大戦でお亡くなりになられた御霊をお祀りしています。